はい。皆様こんばんは。竹千代です。今日も夜の手帳タイムをしていきたいと思います。今日はですね、まず最初なんですけれども、あの、今朝インスタグラムにアップしたんですけど、これね、あの、リフィルパッド、アシュフォードのリフィルパッドに、あの、こうしてね、ノート一緒に閉じられるよっていうのをね、インスタグラムにアップしたので、ちょっとだけそれをお見せしようかなと思います。一応、今、私のリフィルパッドは、 あの新しいバイブルサイズのシステム手帳が来るまでのつなぎとして今使っているんですけれどもリフィルパッドの特徴としてはあのめちゃくちゃあの軽いのとあとね結構なんかそのカスタムみたいなのが自由自在にできるっていう2点がございます私は前ねここら辺とかにめっちゃキーホルダーつけてたりあとここにね缶バッジとかやってかなーり自由に。 使ってましたで素材がねあのち,ょちゃんと丈夫な素材なんですけどこうやってしなるのでこのリング系に対して多少ねリフィルを入れすぎたとしても全然締まりますあのゴムバンドなので結構この丈夫なねゴムバンドなので全然そのリフィル入れすぎに関しては結構なんていうの寛容なアイテムになってると思いますで私はですねこの ここさ、隙間見えますここのなんか隙間がもったいないなっていうことで最初にね、こういうさ、自分がよく使うリフィルとかを、この後ろの部分に入れて、こう閉じて、いつでもリフィル使えるようにして使ってたんですけれども、ぶっちゃけね、ほんとこのゴムバンドはね、本気で丈夫なので、あの、今ではね、こういう風に、 これ一時のノートなんですけれども、これも一緒にゴムバンドでこうして閉じております。で、システム手帳だと、あの、カーのね、本側のシステム手帳だと、やっぱりどうしてもさ、こうやってノートも一緒にリフィルも一緒に持つってなると、結構な重量になっちゃうと思うんですけれども、リフィルパッド自体がめちゃくちゃ軽いので、このぐらいね、持っても全然あの余裕です。 ま、多少さ、そのノートとかの重さはあるにせよ、全然なんかバッグの中とかでもね、そんなにかさばらずに入れられると思うので、もし、システム手帳も使いたいし、ノートも使いたいんじゃっていう人は、こういうふうにね、リフィルパッドでいろいろ使っていただいてもいいのかなと思います。もちろん、なんかリフィルパッド、これ私、あの、いつもね、コラボアイテム使ってるんですけど、普通にアシュフォードのオンラインストアとか見ていただけると、リフィルパッドね、数種類あるので、デザインが。 ええと、今あるのは、バイブルとミニ録と、あと英語もあるのかななんでね、そこら辺ちょっと見てみてください。とにかく軽いです。で、私はね、その自分のなんかこ,のこだわりで、私もうスケルトンカラー世代なんですよ。なんかゲームボーイカラーとかもスケルトン選んでたし、それこそさ、なんかあの、 昔のアップルのさ、マックそれもスケルトンのやつ大好きだったし、なんかそういうスケルトン大好き世代なので、できるだけクリアにしたいっていうことで全部あのクリアにしてもらってます。このリフィルパッドの全貌をお見せすると、まあこれ表紙ね。これ表紙はこうやって普通に、ここにスリットが入っててすぐ外せるものになっておりまして、で、こっちはね、何も。 書いいてない無地の感じになってます。なんでここら辺はねいつもステッカーとかバンバン貼って楽しんじゃうんですけれども一応そのリフィルパッドねいろんな遊び方としてもうステッカーバンバン貼ったりとか,なんか自分でねなんかか油性ペンなんか書いたりとかねいろいろできると思うのでぜひぜひいろいろ遊んでみてください。ということで今日も手帳タイム始めるかな。よいしょ。あそうそう今朝はねね昨日ね シーンから届いたこのシールブック、それもね、普通にここに挟んでました。そうすることでさ、ほんと、いつでもどこでも快適な手帳タイムが約束されますので、こんな感じですね。で、ゴムね、私結構しょっちゅうこんな使い方してるんですけど、そこまでなんかあんまり伸びたとは感じないですね。結構ほんと丈夫なので、いろいろやってみてください。 とということで今日は h b る w 英語のリフィルを書いていこうと思います。例によって、例のごとくね、えー、毎度説明してると思うんですけど、今度15日、16日に、えー、ニューマン横浜のラミーのね、ところで、えー、イベントがあるので、ちょっとそちらに展示させていただくリフィルをちょっと作成しなきゃいけないので、今回の動画でね、いろいろ撮りたいと思います。ということで、昨日ね、えー、届いたシールなども、 かかななりり多ししつつやりたいいと思いますどうしようよこのお花さん貼るかちょっと明るめのカラーのお花があればいいんだがよいしょよいしょ結構ねなんかコメントとかでもさあのあとシーンで買い物しましたっていう方が結構いて <laughs> そうなんだよあのねめちゃくちゃカゴにぶち込んでもね そんなでもないのよね金額が本当にあれはすごいよね一体全体そのさどういうアイテムがその値段になって売られてるのかよくわかんないけどとりあえず全てが全部はもう破格ですよねでこの昨日ね黒と白のこのものもちょっと切って で適当に切りましてここら辺に貼っとこうかなと、はい、ちなみに、あのー、このリフィルの方はですねこの日付なしの見開き2日ダイアリーノート式30枚っていう あの、リフィルなんですけれども、残念ながら廃盤になってしまったようです。めちゃくちゃ書きやすいんだけどね。これね、あれなんですよ。一日、一日がさ、こう横にね、横長で書けるんですよ。なんで、め見開きで見たときね、すごいなんか見やすくて、すごい好きなリフィルだったんですけれども、え、先日ね、このリフィルを発掘して、えー、YouTube 撮ったら、あの、 フォローしていただいている方にね、もう廃盤になってしまったそうですっていうメッセージをいただきました。カナピーカナピーよーなんでね、あのー、まあ、滅多にね、そ、そんなに廃盤とかっていうのはないと思うんですけれども、本当に気に入ったリフィルとか、これはなくちゃダメだなっていうリフィルは、えー、私はですね、結構まとめ買いしております。なんで皆様もね、 そういういね、押しのリフィルがあったらぜひぜひ、ちょっとねちょっと余分に買っとくといいかもしれないです。よいしょスタンプを使いたい気持ちはあるが最初にね ちょっとペペペッと貼ってしまいたいあ例によって例のごとく別にあのー、何も考えずに貼っておりますいつもそうやでよいしょ特になんか配置とかは何もちょっと貼りたいところにただ貼っているって感じですねあお馬ちゃんの尻尾が取れたー ちょっと待ってちょっっと待ってくれオフオフよっしゃあぶね危あぶねえっていうかちょっと結構ちぎれちまったけどよい,しょいいんじゃないなんかこのピンク系のシールにこのピンクのねユニコーンっていう合うんじゃないのーよいしょあピンクがいいな。 ピンクの星で次、紫の星ちょっと待ってスタンプやる場所がなくなっちゃうからちょっとここでスタンプさんに登場してもらいましょうで今日もねこの便利な宝箱スタンプを使っていこうと思いますなぜコラボアイテムのスタンプしか使わないかというと先ほど冒頭でも述べたように展示しなきゃいけないリフィルを作成しなければいけないのですなんでちょっと あのコラボのアイテムだけ使わせてください。よいしょ。本当はさ、いろんなスタンプあるから、それ使いたいんだけどさ。いい。でね、スタンプね、このスタンプのね、このインク代スタンプ台あるじゃないですか。それ、色ってさ、めちゃくちゃあるのよ。もう信じられないぐらい数あるのよ。なんで、あの、もしね、迷ったらね、ほんと黒は間違いないです。このバーサファインクレアの このねノクターンだよ、ね、ノクタ,ーン,ノクターンはねめちゃくちゃ真っ黒で,でバーサファーインクレア自体がすごくね発色が良くて乾きも早いのですごくおすすめでございますよいしょもう一個を押すかもう一箇所ここも押しちゃうか でね、バーサファインクレアだとねあともう一つチアフルっていう黄色イエロー系のこれもおすすめですねこれはねよく私は一回万年筆でこう文字バーって書いた後にあのー、背景としていろいろスタンプを押したりしてましたちょっとそれもね今日やってみようかなと思います 大体このね黒とこのね黄色があれば私はもうお腹いっぱいでござる今ねまあここに書いたんですけどまあ手帳をね やっぱ続けられないっていうのは結構悩みとしてあるじゃないですかたださやっぱりさその続けられるかどうかっていうのはさやっぱりもともと書く習慣がある人はちょっと努力すればあっという間にさ習慣化されちゃうのかもしれないけどもともと書く習慣のない人があの手帳続けるってなかなか難しいことだと思うんですね。なんでもう各々工夫するしか ないんじゃないのかなと思います。で、私の場合なんかこうやってね。ペタペタまあシール貼ったりとかするんですけど、これもね。もともと私は手帳続けるための工夫の一つとしてやってただけなんですよ。あのノートからシステム手帳に切り替えてで、やっぱり何て言うのシステム手帳ってさ。それなりの値段するじゃないですか？そんなね。 あの安い買い物じゃないからいやどうにかしてめちゃくちゃ飽き性だけれどもその飽き性な自分がどうにかしてこうシステム手帳を使い続けるためにはどうしたらいいかって考えた時にあじゃあもう見た目も見た目可愛くすれば私の場合すぐテンションが上がるからじゃとりあえずなんか可愛かいいシールとかいろいろね貼って自分がテンション上がる画面を作ろうから始まったんですよ。なんでね あのこうねもう昔からこうペ,タペ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 タやってるわけなんですけれども、まあ、そういうさ工夫ってさでも人それぞれ違ってなんか例えば私はなんかこうやってさシール貼ってペタペタ,ペタやって画面可愛くすればあの手帳開きたくなるっていう単純な人だったんですけどやっぱ中にはさもっとなんかルールをさ明,明確に決めてもう絶対なんかこの時間に15分取るとかそういうねちゃんとルール作りをした方が続けられる人も いるわけでなんでその辺はねおののでどうしたら自分は手帳を続けられるかどうか続けられるだろうかといろいろね考えてみてください。きっとそれぞれに合ったやり方があるはずなんでね。 まあ,大体ね、まあいろんなさ本とかでさ言うけどあのやっぱり習慣化するのには 3, 3週間だから21日必要らしいのでとりあえずその3週間をどうやってクリアするかっていう計画をね立てていくとねちょっと違ってくるんじゃないのかなって思います。 例えばさ私があのメモリストでさメモリストのリフィルでハビットトラッカーっていうのがついてるからそれでさあのいろんなねノートとかの更新を習慣化しようと試みてるのと同じでもうどうにかこうにかね自分でねまあ別にあれなんですよアナログでそうやってさあの習慣化を試みなくてもデジタルでさチェックもできるわけだし。 例えばなんか夕方とかにリマインダーセットしといて手帳タイム何分取るみたいな感じでやっといてさなんかそういうのでもいいんじゃないのかなと思うとりあえずまあ開くことだよね結局さなんかあの閉じたまま置いといちゃったりとかさ するとどんどんね、あのー、その手帳を書く習慣がない人は疎遠になっちゃっていっちゃうからさもし本当に続けたいんだったらもう,ぜもうすぐ開けるようなところに置いといたりとかあとは普通にねちょっと重くてもバッグの中に入れといた方がいいですねもう日常はててネタとしてね。 まあこの間も行ったと思うけどとりあえずもうネタ探しをしようっていう頭でね一日過ごすとねいろんななんか気づきがあったりするんでぜひぜひちょっとねやってみてくださいなかなか最初はね難しいかもしれないけどよいしょだからこうなんか通勤と通勤中とかさまあ、車の 運転とか自分でしてるとさその注意力3万になっちゃうからあの集中してなきゃいけないんだけどあの電車での通勤とかさもういろいろんか人間観察とか景色の観察とかいろいろできるわけじゃないですか。なんでそういうねところからねちっちゃいところからこうネタを探すっていうねやってみてください。あそうだ。 説明書忘れたんですけど話しながらやっちゃったからちょっと忘れたんですけどこれがさっき言ったあの文章をとりあえず万年してパーって書いた後に、えー、スタンプをこう背景としてねポン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 って押すっていうやつですね今使ったスタンプはですねおもうしまっちまったな今使ったスタンプは宝箱スタンプのこれですね あの、この宝箱スタンプってさ、3つあるんですよ。3セットあって、そのうちの1セットですね。これナンバー2とかナンバー何とか,とか入っ,ちゃって書いてあったから、あ、ここだわ。ここにね、なんか002。これナンバー2でしょで、こっちが、こっちがナンバー1ですね。ということでね、1に3セットあるので、まあ、そのね、絵柄を見て、いろいろどれを買おうかなって、あの、選んでいただければなと思います。買う前提。<laughs> よし書いていてくぞどうにかこうにか工夫してとりあえず3週間続けてみてくださいと私のように、えー、頭の中で考えてると頭の中だけで考えてるとすぐプシューとなってしまう人が書きながら考えると良いですとやっぱり自分のね 脳みその中に溜まってる思考とか言葉をまあ文字にこう出すことによってさほんと脳みそはすっきりするんで結構やっぱりそこら辺が日記の紅葉みたいな感じじゃないですかねなんか気持ちが楽になるっていうかさなんか前向きになれるっていうのもそういうことだと思います。結局なんていうの、あのあ、ー なんかさ嫌なことがあったとか悲しいことがあった時とかでも自分の頭の中だけでこう何解決しようと思うとどうしてもその事実とさあの自分の感情の距離が近すぎてなかなかそういう客観視してねできないかもしんないけどやっぱ書くことによって文字にして眺めることでさ「いやでもこれ こう自分はその時思ったけどよくよく考えたらこういう考え方もできるよなとかそういうなんかいろんなねこう多面的な、ね、ものの見方がねあの書くことによってできると思いますのでやっぱ頭の中私もそうなんですけど頭の中だけでやるとなんかぐちゃぐちゃってなってもうなんかうーってなっちゃうんですけどそういう人こそ書いた方がいいです。 でそれは悲しいこととか怒りとかそれだけじゃなくてほんと嬉しいこととか楽しいことは特にね一もう一度書いた方がいいその場でなんか「わ楽しい嬉しい」ってなってまた書いて「わあ楽しい嬉しいありがてえ」ってなるともうそれ,それだけでさ一日に2回めちゃくちゃ自分の心沸いたってことになるから,だからそういうね楽しいこととか嬉しいことをハッピーなことのハンターになりましょう。 をハントしましまょうと例えば私は今日歩いて帰ってきたのですが途中ゆっくり海を眺めて海の広さに心が浄化されましたと。なんで前も言ったけど日記なんて本当にこんな些細なことでいいんです。マジ明日には忘れてしまうようなことをどんどん書いていきましょう。ということでこっちのページ終わったから次のページに行きたいと思います。 今度はこちらはクリアスタンプになりますね。でクリアスタンプはさっきまで使ってたね、なんか基軸のスタンプと違って素材がこうして透明なので自分の押したいところに100%押すことができます。やっぱりさ、こういうね こういうい基軸のスタンプだと多少さ前後とかさ横とか、まあ、ずれちゃったりねすると思うんですけどクリアスタンプはねほぼほぼ自分の思った通りのところに押せるんでそこら辺がとっても便利ですね。でちょっとステッカーの角を丸くします。 そうそう質問でねあのー、イベントの時に、えー、ゴリラリボンちゃんとあとラミーのサファリがコラボでね万年筆あの発売するんですよ。うんとラミーのサファリにこういうねゴリラリボンちゃんのこのキャップキャップキャップっていうかこのさクリップの部分にこうつけ,れつけられるようになっててこういう風に。でそれつ,ついたつい でここに印字入った万年筆がね発売されるんですけれども,あもう色とかはさインスタグラムのラミージャパンのアカウントで確認してほしいんですけどそうあのねそのラミーサファリ、えー、とコンバーターとカートリッジどっち使えますかっていう質問もいただいて、えー、ラミーサファリの方はですねどっちもあの療養使いなのでどっちも OK です。 一応なんか説明すると、あの、コンバーターっていうのは、こういうやつです。このね、金属のやつで自分でプッって入れて、そこからインク吸わせるやつで、カートリッジっていうのは、えー、っと、なんか筒みたいなやつにインクが入ってるやつですね。これはあれだっかな。カートリッジかな。これカートリッジだよね、きっと。こういうのね。まあ、カートリッジはですね、 あのそのメーカーによって全然違うのでなんか例えばラミーのカートリッジをパイロットに刺すということはそれはできませんそのそれぞれのメーカーで出しているカートリッジを基本使うようにしてくださいでねまあうーん利点としてはねやっぱコンバーターだともういろんなインク入れられるっていうメリットがありますただカートリッジだとね持ち運びがめちゃくちゃ楽なんですよこのさ このカートリッジぶっ刺す前はさ別にインク漏れたりとかしないからほんとこの状態でねこれだけさ筒持っていけばいい話だからすっごいもう楽なんで私はもうほんとラミーのクリスタルインクこそカートリッジ出てくんねえかなっていつも思ってるんですけど出そうにはないですね <laughs> もうカートリッジの方が好きなんだよねそうインク吸わせるのめんどくさいんですよ私オブシディアンがいいんだよね なんでよく言えばさあのセーラーセーラーラはさ敷居リンクとかみんなカートリッジで出してくれたじゃないですかマジあれみたいにパイロットの色しずくとかも全部本当はカートリッジにしてほしいその方がさかさばらないしあのボトルって結構場所取るじゃないですかなんでね私はもうカートリッジでねこの棒状のやつで本当にそっちの方が好きです なんで私あの学生の時からラミーずっと使ってて板書とかも全部万年筆でやってたんですけどその時はやっぱり授業の途中にインクがなくなるなんてことはねもう本当にあってはならないことだったんで普通にカートリッジを絶対にペンケースの中にあの予備でね2本は入れておりましたなんでねその方がねほんとペンケースにねぶち込めるんでいいんですよねカートリッジは。 なんで、一応ね、そのラミーサファリについては、どっちとも使えますよということで。で、ラミーの場合はね、そのカートリッジ、あ、じゃなくてコンバーターね、コンバーター2種類あって、こういう、あの、尻尾の方が黒のやつと、尻尾の方が赤のやつがあるんですよ。さ、ラミーサファリの場合は赤のやつを使ってください。よいしょ。ということでね、見開きが完成しました。では、本日もご視聴ありがとうございました。では、バイチャー。